さて、本日演奏しております音楽隊員はアメリカ空軍の音楽親善大使として国際交流を促進することを任務としております。その音楽隊になるためには厳しいオーディションを受けなければなりません。そのためもともとプロで活躍をしておりました隊員や音楽の先生の経歴を持った隊員も少なくございません。そしてそのオーディションに合格した者だけが空軍専属のプロのミュージシャンとして本日のコンサートのような国際親善演奏活動に従事することができるのです。アメリカ空軍音楽隊は今日のこの国際親善演奏によりまして日本とアメリカの絆がますます深まることを願っております。ありがとうございます。さあ、次はですね、その友達の印として、またですね、日本の曲を織り交ぜながら数曲楽しんでいただきたいと思います。そしてパシフィックトレンズによります第1部の締めくくりとさせていただきます。それではどうぞお楽しみください。